えー、トリンドルさんは人に負けないものはありますかまたない人はどうやって見つけたらいいですか、うん、なって、でなんかそれなりにその勉強もできるし、2か国語喋れるし、で見た目も良いっていう人と、うん、何にもないな、しょうもないおっさんとかにこうどうアドバイスをするかっていう。<laughs> いいやいや私だってこれも今,今メイクしてもらってこの姿だから全然なんかすっぴんンを見せたら全然あーってなると思うそんな違うんですか違うと思います。結 LINE とかもちゃんと入ってるしえでもなんか写真集とかでなんかあのシャワー浴びたと風味やつとかあるじゃないですか見てくれたんですね写真集。ありがとうございます写真,写真集でもあれ写真なんでね。 カメラマンさんが撮ってくれてるので、あ,あ,あ、それはだかやっぱその、うん、本物とは多少の違う何かが修正的な何かが入るんですか？あ、修正は意外とそんなにしてないんですよ。あの今回、うん、そう写真集のカメラマンさん本当綺麗に撮ってくださる人で、うん、そんなにね修正はしてないんですけど、うん、でもやっぱりね普段のなんかこうなんか。 二日酔いで起きた時の顔とかちょっと見せれないですよねやっぱり。まあ別に二日酔いで起きた時の顔でショーしなくてもなあでもなんか人前にそのなんか出てくる仕事ってもともと好きなんですかもともとでも多分興味はあったのかなって母親には言われますね。まあスピーチコンテストとか出るぐらいだし。 出るぐらいだし <laughs> ちっちゃい頃幼稚園の時に白雪姫をこうやったんですよ。なぜか私王子様や、王子様役で,<う>で,で母親に何でだろうねみたいなことを聞いたらその王子様役2人しかいなくて白雪姫役は、ねうん、10人ぐらいいたんですよ。<う>だから多分王子様役やった方がめ目立つというかいっぱい出れるっていうので<ー>王子様役を多分自分は選んだのかなと思うんですけどあ人前に出るのが好きなんだ。だ お好き。どうですか、好きですか。いや、僕が嫌いなんですよね、人前で。嘘だ、嘘だ。じゃ、なので、あの、僕、そのカメラの正面になるべく、いないようにするとかも。あんま、人前に出たくないんですよ。裏方 I. T. 系なんで、えー、ああ。でも、おしゃべりってか、<あ>その、話のすごい上手じゃないですか。やれるか、やれないか、でいくと、やれるんですけど、好きかっていうと、別に好きじゃないんですよ、うん でも嫌いな人だったら全然喋れなくなりそうじゃないですか喋れなりな喋れなそうじゃないですかいやそのなんかやりたいかどうかとできるかどうかって違うじゃないですかだからうんこ食うとかって誰でもできると思うんですけどいやできないですでやらないじゃないですか<私>いや頑張ればできますよできないな絶対できない絶対できない <laughs>、まあ、この話掘ってもしょうがないんですけど <laughs> はい カズレーザーさんはうんこは食える派だったんで食える人いる。それ言ってましたうちの母親がそれ見ててたぶんレーナーも触れられると思うよって言われてでも子どもの頃って自分のおしっこなめるぐらいはやるじゃないですかどんなものかなっていうのであしょっぱいみたいな。いややんないですね。えやんなかったですかどんな味かなって思いませんでした子どもの頃思わないですへえあそうなんだ高校の時の先生でそれやってる人がいました。 健康にって、はい、言ってましたそのあ大人になってもずっと飲んでるはずの人なんですかすそれが学校の先生なんですか <laughs> 学校の先生でしたへ結構やばい先生の元育ったんですね <laughs> 優しかったですけど、ねえ